どうも、キープス限界マズです。おちゃんがガキビリビリブー何したんだよというわけでですね、今回マズラビで都市伝説シリーズでございます。あんかというわけでですね、都市伝説の世界的権威ミスター関を呼んでいます。うわぁこんばんは。ナイスです。いやーミスター関、ハエが下がってる。きったね家だろ。今回の都市伝説は、安心して帰れる場所であることが理想である家庭だけども、親ガチャという言葉が流行る昨今、家庭家族という言葉が崩れてきてるよね。というわけでですね、今回その日本の闇について出てきたいと思います。コロナ禍において子どもの不登校や引きこもり、自殺が今深刻化してるのよ。これはウイルスが危ない、死者が増え続けているよりも危険なものなの。外出ろおめえが言うなよそして制限されるストレスの中で、子供はもちろん親もおかしくなってきてると言われてるので、そもそも全ての家庭が安心できる拠り所になっているわけではないというのが事実にあるのよ。家族との結びつきは両親兄弟間で、必ずしも敬意や愛情の上に成り立っているわけではないの。じゃあ、よし行くぞさんの CM っていうのあれちょっと不適切かもしれないんですか今の時代クレーマーかよ、まあ、そして冷めた言い方をすれば、家族が単なる血縁以上のものではないということなのよ。そしてアダルトチルドレンは発達障害や精神疾患と混同されることが多いけども、アダルトチルドレンとはそもそも診断名ではなく医学的な概念でもない。そのため精神疾患や発達障害ともまた違う。コナンかと思ってたコナンじゃねえかそしてアダルトチルドレンの概念は70年代のアメリカで提唱され始めたので、アルコール依存症の親を持つ子供たちが大人になった時、対人関係や生きづらさに悩み苦しんでいる人が多くいることが研究で分かってきたのよ。彼らの特徴は、相手の評価に過敏になり、自分に自信が持てない、自分の存在価値を確認できず、お酒、ドラッグ、仕事などに溺れてしまう、対人関係がうまくいかず居場所のなさ、生きづらさを感じるというものなの。でもお前生きてるだけで素晴らしいんだぞ。泣いちゃうだろそして親からの虐待や肉体的精神的暴力、両親の不仲などによって、家庭が子供にとってあるがままでいいという安心感のある居場所ではなくなってしまうような、子供を育てる機能を果たさない家庭を、先ほど説明したアルコール依存症の親を含め機能不全家族というのよ。逆に見る限り、健全なよその家庭でも子供に対し過剰に期待したり甘やかしたりする親や、仕事に依存する父親、夫に依存する母親なども、やはり機能不全家族ということになるよね。行く相談飲んだよそしてかわいそうなことに、これらの家庭の子供は機能しない部分、家庭を支えるために幼い兄弟たちの親代わりになって面倒を見たりと、期待される役割を無理して演じ良い子として振る舞う、これがヒーローと呼ばれるタイプなのよ。良い子ではない私は捨てられるという思いから、このような行動パターンを身につけ、自分の感情を素直に表現できなくなっていく。でもさ、もう体も大きくなって筋力も成長しただろ、もう今だったら親ワンパンだぞ。殴らせようとすんな他にもロストワン、いない子といったおとなしくて手がかからない子、目立たない子と思われ、特に周囲に気にされないタイプもいるのよ。家庭に余計な刺激を与えないように過ごしてきた子が大人になり、自分は必要とされていないなどと孤独になってしまうタイプや、クラウン、道化役といった家庭の緊張を和らげるための役割を担ってきたため、周囲をよく観察し気を配りすぎるタイプもいるのよ。いつもおどけて無理に周囲を笑わせてきたので、辛さ、悲しさ、怒りなどを抑えてきた過去がある。俺じゃんてめえは引きこもりだそれにより自分の本当の感情が分からなくなり見失ってしまうのよ。そしてアダルトチルドレンは、悲しいことに具体的な治療法が確立していない。ただ克服するという意味では、まず自分は悪くないということを理解することから始めるのよ。アダルトチルドレンの人は無意識に、もっとこうすればよかった、私が何とかできなかったのかなど、社会に出ても自分が悪いのではと感じてしまうことも多い。あの伝説の非ニューヨーク社48歳シリーズ、おあれコメント欄でちょこちょこなんか親がダメみたいなコメントがあれやらせなんだけどなっていつか思ってリアルすぎるなそして自分軸ではなく親の考えや周囲の考えを重要視してきたのが原因でもあるので、もちろんごく普通の家庭で普通の両親であれば良いアドバイスとして受け取れるけども、クソみたいな両親であれば話は別なのよ。親が絶対だと信じていて、子供だから自分の意見を持ってはいけないと思っていたが、自分の意見を持っても良いのね。だからこそ振り回されてはならず、自分を大切にするべきだね。バンジー行け飛ばせんだよ